横浜市の高速道路でトラックが料金所に突っ込む事故がありました。料金所のレーンを塞ぐようにして横向きに突っ込んだトラック。今日午前6時半ごろ、横浜市の横浜横須賀道路下り線の六川料金所で車両の事故で乗員が閉じ込められていると通報がありました。警察によりますと、トラックには20代の運転手を含め男性3人が乗っていましたが、いずれも軽傷で ETC のセンサーが破損したということです。警察は事故の詳しい原因を調べています。